皆さんこんにちは。のは毎日暑い日々が続きます。良い子の皆さんも体調管理には気をつけて、少しずつ音やリズムに親しむ、遊びながら弾いてみてください。今日は C コード G7 が続く時の場合の弾き方についてご説明します。 C コードが続く時はオルタネートといって、メロディーにレが入る時はオルタネートをシからソへ変更します。普通ドソドソレソレソが基本ですが、メロディーにレが多く入るときはシソシソへ変更します。続く時のクリシェ、少しだけ変化をつけると単調なコードが続く時もおしゃれに変化します。 C コード G7 が続く時、これは簡単な基本的なことですが、オルタネートとクリシェ、この奏法を覚えておくと少し単調な練習曲もおしゃれに変化することができます。子犬のマーチ、thank you.
もいろいろアレンジができるようになります。まずはコードの理解、少しずつ身につけることで楽譜がなくてもアレンジができるようになります。毎日猛暑続き、みんな疲れています。優しい言葉がけ、いたわりの言葉がけをかけてあげること、完璧を求めては子どもたちも息が詰まります。少しずつできることを楽しみながらやってみることは、ピアノが大好き嫌いにならないコツです。先生もミスや間違いはあります。好きだから練習を重ねます。オルタネートのオルタネートとクリシェのおさらいでした。奏法は本当に奥が深いんです。猛暑続きでみんな疲れています。少しずつできることを楽しみながらやってみることが大切です。今日から新しい1週間がスタートです。少しずつ鍵盤に触れる習慣を身につけてくれることで、どんどんいろんな曲が弾けるようになります。ひょっこり音楽講座でした。